これ何？これ動かせるんやけど。ちょっと電光石火。いけー。ね、これ私が動ける意味ってなんかあるんかな？直接殴る。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、宿舎に向かいますか。人と話せるんかな？いろいろ。うわ。見慣れない人ですね。めっちゃなんか睨まれた感が。名前が出るんやね。話しかける前に。調査隊の隊長、島星さん。怖いものとかあるのかい？知らない。まだ知り合ったばっかりなので。髪型を変えれば気分が変わる。気分が変われば運気も変わります。あ、へえ、こんなところに、カット屋さんがあるよ。カット屋さん、美容室？この時代にもあるんよね。まあ、あれか。日本でも大昔とかでも髪結いどころみたいなのがあったんかな。銀玉からの知識なんやけどね。実際にあったかどうかは知らんけど。見知らぬ土地で。はい、休みましょう。勝手に上がり込んで勝手に寝転んで大丈夫な感じ？宿屋みたいな感じで人がおると思ってよ、受付。調査心得について。調査心得とは、翡翠地方で調査を行うにあたり、知っておくべき知識をまとめたものです。上ボタンで開くメニューのヘルプからいつでも読み返せます。ふんふん。団員心得。レポートを書くことで日々の活動を記録して残すべし。レポート。メニュー内のレポートでそれまでの状況を保存、セーブできます。さらに、おまかせレポートを使えば自動でレポートされます。おまかせレポートの設定はメニューのヘルプにあるオプションから変更できます。あ、おまかせレポート、自動レポートをオンオフできるんや。でも、オフにする必要はそんなない気がするけど。どういう人がオフにするんやろ。これなんかアイテム入っとったりせんのかな。お、なんだ、調べれる。道具をたくさん収納できそうな箱が置かれている。なんかさ、バイオハザードみたいな感じで、開けたら武器が入っとんかと。そういう感じではないんよね。いろりを使うことで部屋の段を取ることができる。いろんなものを調べることできるね。着替えをしまっておくタンス、作りがしっかりしている。まあ、寝ますか。これ姿、映らねえ。あ、でも着替えれるみたい。へえ。まあ、まだ服持ってないけんね。誰かが拾った綺麗な石。本当のただの石。あ、これ？月の石とかそういう感じではないのね。明日の朝まで休みますか？はい。途中で起きるとかできるんかな？できんのかな？そういうなんかちょっと、ワイ学園的な感じ。かわいい。ビッパビッパ。なに山火事起きるよ。無傷。翌日。なに、焼け野原になっとったりとかせんよね。おーい、起きてるか？すごい雷があったよな。こっちもさ、数ヶ月前ぐらいやったっけ？なんかめちゃくちゃでっかい雷起きてたんやってびっくりした、あれ。早く来ないと知らないぞ。はいはい、今行きます。銀河団本部で島星から入団試験について聞く。やっと？当日じゃないん今日。試験がありますっていう事実しか教えてくれんのやね。知らない土地だろうけど、ぐっすり眠れたのか？着替えとか新しいのないんすかね。ほら、本部に急げよ。島星隊長を待たせるな。お風呂とかにも入りたいんですけど。昨日行ったところに行けばいいんかな。あ、これか。どうも。働かざる者食うべからず。生きていくのに必死だよ。みんな大変そうだな。工事中なんかな、これは。どうも。団長電木さんは強い。自慢の相撲技でポケモンを投げ飛ばしたって、もっぱらの噂だぜ。団長？そんな名前やったっけ？いっぱいおるんかな？ジムリーダー的な感じ？まああれか、新選組何番隊みたいな感じで。いろんな組の組長みたいな感じ。銀河団本部だぜ。こんなに広い建物知ってるか？いや、知ってるよ。しっかりしてください。野生のポケモンたちに襲われた。相棒のポケモンも繰り出したが、群れ相手では多勢に無勢だな。遠くまで出かけるからです。
医療隊が治療しますから。おお、何、お前試験に受からないと村の外で死ぬかもな。それ以前に試験を受けるにしても相棒がいないとやっぱ死ぬかもな。やめてよ。マジで、あの3匹の中から選ぶんじゃないの。島伏隊長、アイナです。うわ、めっちゃすごい尻を抜かす。許可する、入れ。眉間のシワがすごいよね。説明する。入団試験だが、黒曜の原野にて、ビッパ、ムックル、コリンクという3種類のポケモンを捕まえてもらう。ムックルは、あれか。鳥か。コリンク。なんかあの、ちっちゃいライオンみたいなやつ。青っぽい、黒っぽい。なんじゃなかったっけ。いきなりポケモンを3種類も捕獲？そんなことできた人なんていないのに。昨日も3匹捕獲したのだろ？そうよ、もう昨日すでにやってのけたんよ。ラベン博士の言っていたことが事実であれば、たやすいはずだ。おお、ケイシー。え、ずっとおった？私たち銀河団には、畳飯を食わせる余裕がない。君が役に立つ人間だと、皆に知らしめる必要がある。でもこんな立派な建物に、ね、おるのに。なんか、削れるところあるんじゃない？対応する。調査隊専用のポーチだ。対応か。返却前提か。へんてこな格好にポーチは似合わないな。じゃあ服も。さあ行け。出る。何かあれば助けよ。服は対応してくれないんですね。メイン任務入団試験。アルセウス号の地図画面で Y ボタンを押すと引き受けた任務が確認できます。必ず達成すべき任務はメイン任務。誰かからの頼まれ事はサブ任務です。あ、一応サブもあるんやね。はい、アイナくん。僕の出番ですね。まああれか、この世界みんな毎日着とる服一緒やけん大丈夫なんか。着替えとか。いや、皆さん、改めてグッモーニンです。博士、どうしたんだよ。ポケモン図鑑完成のために、そしてここで生きていくために、アイナくんにはぜひとも合格してもらわねばなりません。そのために博士である僕がサポートできることといえば、はい。お、やったね、来た来た。クポー。プシュ。ピチャちゃん。今回あれよね、みんな可愛いよね。うん。さあ、アイナくん、気になるポケモンを君の相棒に選ぶのです。相棒ポケモンがいてくれれば、野生のポケモンとも戦えますからね。貴重なポケモンたちですが、この子たちはみんな君に興味があるようですし。さあ、どの子を相棒にするんですか？へえ、どうしようかなぁ。もくろ、みじゅまる、ひのあらし。やっぱ、個人的に一番馴染みの深い日の嵐がいいかなと。はい。プシュ。初めての相棒は日の嵐にするんですか？はい。かわいい。よちよち歩いてくる。めっちゃかわいいやん。始まりの浜で君が捕まえたポケモンが相棒になりましたね。では、日の嵐が入っているモンスターボールをお渡しします。やったね。アイナは日の嵐をもらった。ちょっとあれかな、木製っぽい感じなんかな、このモンスターボール。ちょっと黄みがかっとると思ったけど。ちなみに、ポケモンが入っているモンスターボールをポケモンボールと呼ぶのです。お、呼び方が変わるの？クポー！いちゃ！残りの2匹。選ばれた日の嵐を応援しているみたいだな。君たちも一緒に来てくれてもいいんだよ。アイナと一緒に調査したかったのか？そうですね。アイナくんが空から落ちてきた時、村から飛び出したぐらいですからね。おー。もしかして私のこと知っとったりする？ですが君たち、まずは僕の調査を手伝ってください。クポー。ピチャチャ。まずは。時間経過でもらえたりしません？追加で。ちなみに試験ではどのようなポケモンたちを捕まえるのですか？でもポケモンもらえたってことはバトルとかも出てくるってことかな。なるほど。黒曜の原野にいるポケモンを3種類捕まえるのですね。では試験で使用するモンスターボールをどうぞ。何個？アユナはモンスターボールを20個手に入れた。
うん、減ったな。最初50個やったのに。手作りのモンスターボールですが、捕獲性能は確認済みですよね。君なら大丈夫です。いよいよだな。試験の場、黒曜の原野には本部を出て左の門から行くんだぜ。迷わず頑張ります。黒曜の原野。本部を出て左の門。あ、そっか。目的地示してくれとったわ。ありがたや。めっちゃありがたや。ここは？あ、着物？うわ、おしゃれだね、頭。珍しいお召し物。どっからいらしたのかしら。でもなんか若干ハゲ取るようにも見えるけど。見てすごいこれ。絵や絵。ポニータ？かな？あ、かわいい。ここ手前は、なんていうポケモン？パチリスか？で、奥がトゲピー。かわいいな。あれ？みんないつ、みんなというか、いつの間に出る。キテレツの身なりですね。あなたは面白いです。何？いきなり。自分はゴロ。一応紹介のものです。ふんふん。あなたの噂は聞いていますよ。空から落ちてきたとか。自分としては気になって気になって。一人称が自分なのが気になるぞ、私は。なんと、ポケモンも持ちとは、実に興味深い。なんかあれやね、イケメン風なんやけど、なんか、格好がもっさりしとるけん。珍しい人、物、ことを確かめるのは商人の差が。どうです？お互いのポケモンで腕比べをするのは。あ、ここで、なるほどね。いつもやったらさ、ライバルが一番最初に戦ったりするけど、そういう感じ。いいけど。え、でも別にあれよね。ねっけ、私、日の嵐選んだけど、ミジュマルが出てくるわけじゃないよね。ますます好ましい。あなたとても面白いです。どうも、なんか片言やね。試験のことは小耳に挟みました。ポケモンの体力。HP が0になったら負けですよ。では、ケーキ漬けで腕比べ開始。おー。どんな感じで戦闘するんやろ。一応紹介にオロが勝負を仕掛けてきた。トゲピー。あれ？もしかしてさっきの絵、オロやったりする？違うかな。なんかさ、あれオロやないやっぱり。てか見えるんや、周り。すげえ。え、なにこれ動かせるんやけど。ちょ、電光石火。いけー。ね、これ私が動ける意味ってなんかあるんかな。直接殴る。できんよね。できんよね。電光石火。めっちゃ私邪魔じゃねこれ。周りの景色が見れるのは面白い。超面白い。ほらほら。ね、あれ。おびっくりした。ね、ゴロとトゲピーや、あの絵。手前はパチリスとモンバンさんかな。ポケモンの技、道具、使いこなせば世界は広がるでしょう。びっくりした、なんかと思った。新しい技？何が新しく覚えたのか全然見えないんすか？ポケモンを競わせるのは楽しいです。競わせて育てれば、さらに技も覚えて強くなります。ポケモンのレベルが上がると使える技が増えることがあります。戦闘で使う技を変えたいときは、ポーチ画面でポケモンを選び、技を覚えで技を覚えさせてください。え、一個ずつしか使えんというか覚えれん感じ？不便じゃね？ですが、ポケモンを連れている人間はあまりいないですから、皆さんボールを使えばいいのに。まずボールを持ってないんじゃない？それではお互いのポケモンを元気にしましょう。ねえ、さっきなんか、お金的にも厳しそうやったし。空から落ちてきた人、お礼に傷薬もどうぞ。みんな名前を呼んでくれないんですが。ああいうのは傷薬を5個手に入れた。塗って使う傷薬、ポケモン1匹の HP を60だけ回復する。あざす。ポケモンが弱ったら傷薬をお使いください。試験、自分は応援しますよ。銀河団員が増えるということは、お客様が増えるということですからね。あ、銀河団と取引しよる商人なんやね。この村、別にこの村のみんなが銀河団なわけじゃないよね。試験はポケモンの捕獲だけど、それで戦えるなら心配無用だな。さあ、黒曜の原野に出発だ。案内士に追ってくれてるってことこれ。ことぶき村から出るときは、地図で行き先を選び、門番のデンスケさんにも教えておくんだ。何かあったとき、助けてもらうためにも。え？
あ、それって、あれ？なんか、なんやっけ？ドラクエ的な感じ？なんか、ゲームオーバーっていうか、HP0 になって倒れたら、なんかいつの間にか、街とか村とかに戻されとるみたいな。受かるといいな。あたし、頑張ってくるね、私。アイナさんですね。話は聞いております。入団試験を行うのは村の外。どうか命を大事になさってください。あ、こういう感じなんや。で、黒曜の銀。直接、走って移動じゃないの。マップ間の移動はそういう感じでするんやね。まあ、便利、便利。ここがベースキャンプ。調査などの最前線だな。試験の内容は3種類のポケモンを捕まえること。捕まえるポケモンは、ビッパ、ムックル、コリンクだったな。見た目は多分把握できとるはず。博士の話が本当か、俺もしっかり見届けてやる。うん、ちゃんと実際に見といて。で、博士どうしたんですか？あの後隊長に言われたのです。確認する。あの者に何かあればあなたが責任を取るのですね、と。厳しいですね。博士に何ができるのかと。そんな頼りない博士。僕が何かをする必要はありません。アイナ君の実力は本物ですから。確認するって。団長が確認しに来ればいいんじゃないの？直接。俺、責任重大だな。そういうの苦手なんだけど。でもアイナなら大丈夫だろ。さあ、試験を始めよう。そんなふわっとした感じで大丈夫？一種類目のポケモン、ビッパを捕まえる。もう普通に、話しかけるべきなんかな、これは。なんだなんだ？あ、そこにおるってこと？ビッパ。大石坂だ。ほう。すごい景色なのかどうかよくわからんけど。ゼルダみたいやね、なんか。お、ビッパだ。いきなり捕まえるポケモンが出たな。ちゃんとストーリー上で出てきてくれるんやね。ならやりやすそう。なんか、めっちゃ探し回らんといかんかと思った。お前は捕獲の天才らしいが、一応、忍星隊長から教わったことを伝えておくぞ。コツ？野生ポケモンが近くにいるときに、ZL ボタンを押しっぱなしで注目できます。お？ L の方も使うの。相手を見失いにくくなるので、ボールの狙いを定めるときにも攻撃をかわすときにも有効なテクニックです。ふんふん。ビッパーは温厚なポケモンだから、あまり逃げたりはしない。しっかり狙って、モンスターボールを投げるといい。了解。おったー。え、てかめっちゃ遠いやん。出る。え、めっちゃ走って近づくけど。そー。はぁ。向こう気づいてなかったよね、こっちに。いけた？おっしゃー、一発ー。ビッパ捕獲成功。まずは一匹目。よし、次だ、次。次は、ムックル。あの、鳩みたいなやつやろ？ほらほらほら、おったおった。ん？思っとったやつとは違った。私が思っとるのあれか。マメパとか。ムックルだな。あいつらはすぐ逃げるポケモンなんだ。やっぱ鳥やけん。バサバサバサーって飛んでいくもんね。やだ、それ。でも大丈夫。草むらでしゃがめば気づかれないから。そのまま近づけばいい。あ、そういう。B ボタンでしゃがみます。もう一度 B ボタンで立ち上がります。あ、なるほど。しゃがんだまんまになってくれるんや。それやりやすいね。しゃがんだ状態で草むらに入ると野生ポケモンに気づかれにくくなります。あ、今までのポケモンに比べてめちゃくちゃポケモン捕まえる難易度が高い。とりあえずさささささささ。お、怖いぞ、これは。しゃがんで、ゆっくり、なんか近づいてきた、近づいてきた。このさ、相手が見えにくい状態でもいけるんかな？捕まえれます？これ。相手の姿見えんくっても。あ、いけそう。え、どう？あ、やった！捕まえた！すごいね、あんな状態で捕まえれるって。見えてないのに。おー、ムックルも捕獲成功だ。なるほど。お前すごいかもな。あざす。次はコリンク。青いやつよね、なんか。ジャングル大帝レオみたいなやつ。おっと、先輩として教えておくことがあった。
相棒の入ったモンスターボール、通称ポケモンボールの投げ方だ。島星隊長の教え。道具を投げた後にポケモンを投げるなら X。ポケモンを投げる？ポケモンを投げた後に道具を投げるときも X。どういうこと？隊長曰く X 切り替えの教えらしい。ポケモンを投げる？モンスターボールから出すってこと？ポケモンを投げられるようにしたら、木や岩を投げてみるといい。木の実とかを取ってくれるぞ。あ、そういうことができるん。へえ、便利。いよいよ相棒の出番だな。さあ、次は最後の難関。コリンクの捕獲だな。ねえ、待って、投げてみたい。X。おしっぱやったっけ？あれ？これでやればいいんか。なるほど、なるほど。いけい！あ、そういう感じ？へえ、すごーい。木の実に直接投げつけるわけじゃないんやね。ポケモン。なんかあっこにも人が、赤色的な感じかな。ねえ、どこ？コリンク。コリンクだ。あ、おったおった。この子何タイプ？電気かな。コリンクは気性が荒いのがわかるか？ほう、なるほど。どういうこと？わかりません。気にするなよ。ポケモンを注目すればよくわかるからな。ふんふん。気性が荒く興奮しているポケモンはボールを弾くんだ。ZL ボタンで、ポケモンに注目すると捕まえやすさを知ることができます。あ、そういうの、そういうの。三角マークのアイコンが多いほど捕まえやすい状況を表しています。なるほどね。うんうん。人間に敵対心を持ったポケモンは×印のアイコンがつきます。へぇ。このアイコンがついたポケモンは戦闘中にしか捕まえられないので要注意です。戦闘中に捕まえれるの。なるほどね。戦闘中にも捕まえれるんやな、今までと同じように。案ずるな。俺がいいことを教えるから。勝負を仕掛けるんだ。勝負の最中にボールを投げれば、ポケモンを捕まえられる。向こうが油断してるってこと？さっきポケモンボールの説明をしただろ？それをポケモンに向かって？それを捕まえたいポケモンに向かって投げるんだ。なんかすごいね。ちゃんとリアルな感じになってきたんやね。ゴロさんとの勝負が練習になったな。さあ、最後の一匹、捕まえてこい。ポケモンの入ったボール、通称ポケモンボールを投げることで野生ポケモンとの戦闘になります。道具を投げる状態になっているときは、X ボタンで切り替えてください。よし。日の嵐でいいよね、別に。うんうん。何気づいたのもう。なんか向かってきた、向かってきた。逆に向かってきたんですけど。行けよ。戦闘突入。行け。あ、火の粉増えとった、火の粉。なるほどね。様子を伺っている。ひなこひなこ。おお、そろそろ捕まえれるんじゃない？なんだ？モンスターボール。モンスターボール投げます。あ、ここは自分で、照準合わせる必要ないんや。楽やん。めっちゃ楽やん。イェーイ、やったねー。ふぅ。お？おお、本当に3種類も捕まえるなんて、お前、ポケモン捕獲の天才だな。めっちゃ褒めてくれる、ありがとう。ラベン博士驚いてたろうな。空から落ちてきた人間が逃げ出したポケモンを次々と捕まえたなんて。俺もこの目で見るまで博士の話を信じていなかったよ。3種類のポケモンを捕まえた。試験は合格だよな。こういうのさ、ちゃんと試験官が見てないってどういうことなんよね。不満だわ。あの人はただ見守っているだけかい？一切話に入ってこんけど。合格間違いなしです。といった言葉が事実となりましたね。何はともあれ、アイナ君おめでとう。すべてのポケモンに出会えの第一歩です。記念に一枚撮りましょう。そういう単体？ポケモンと一緒にとかかと思った。単体アップ。アイナの才能は本物です。認めるよ。島星隊長に報告ですね。さあ、ことぶき村に戻りましょう。この子も旅に出るんかな？さあ、これで立派な銀河団の一員ってこと？なんか複雑やね。捕まえたポケモンはいずれ村の放牧場で預かってもらえる。ちなみに連れて行けるポケモンは最大6匹なんだ。そんなすごいやついないけど。そっか。え、パソコンとかがないってこと？え、まさきのパソコンは。さあ、本部の島星隊長に報告です。
何ポケモン預かり場みたいな、そういうとこじゃないといかんわけ。さすがの島星隊長もたまげた顔を見せるよな。めっちゃウキウキで行くね、意気揚々と。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあアプリとかで言ったらさ、ポケモン GO とかが似たような感じではあるんやけど、捕まえるのとかさ。でもなんかいいね。実際になんかポケモンを選んでその場で出すみたいなのとかも、自分でモンスターボールを投げて捕まえる感覚とかも、まあ、手動かすわけじゃないけど楽しい。